日本徳島県徳島市、北常三島町狂言寺川北常三島町は、徳島県徳島市の町名。2011年6月現在の人口は522人。現行行政地名は、北常三島町1丁目から、北常三島町3丁目。郵便番号は、郵便番号770-0812。徳島市の北東部。 徳島駅の北東方、伊北地区の東円部に位置する。西から一から三丁目が並ぶ。この定番は、南の中常三島町、南常三島町の一から三丁目と東西の一が、揃っている。川に半ば囲まれた常三島の北部を占める。北円を狂言寺川が闘進し、北東隅で南へ向きを変え大岡川となお、海江東園を流れる。対岸は序人。 本町、東吉野町、住吉田が橋で直接つながっているのは東吉野町だけである。南は中継三島町と西は女人京都陸続きである。一丁目の大半と二丁目の大半が徳島大学で総合科学部、工学部や学生会館、図書館、運動場などがある。このため学生アパートも多い。生誕近くを国道11号が 南西から北東に走り、県道39号とつながる十字路がある。北東は吉野川を越える吉野川を走り、南西は徳島中心街に向かう。常三島は、竹市常蔵が、八塚栄政からがり開いた武家町である。現在の北常三島南部を東西に走る通りは、北の町と呼ばれ、この通りの北側に並ぶ屋敷が、常三島の町の北限だった。 明治大正期には狂言寺川の支流が流れており、現市民病院から東に流れ、徳島大学総合運動場から機体の流れに合流して狂言寺川へ注いでいた。短くなりながらも少なくとも1941年頃まであった。明治期からは常三島全体が常三島村、後に常三島町だったが、1942年、 南北に三分され、北部が北津三島町となった2011年6月、徳島市の調査より、ありがとうございます。